はい、みなさんこんにちは。ラカズボ4ザイスケコナンのいびきと三男の右京です。ここにね、すごいスペースがあると思うんだけど、今日はスペシャルゲストを呼んでいます。じゃあ早速出てきてみましょうか。スペシャルゲストおいでー。スペシャルゲストよー。うわー、よー。はい、じゃあ自己紹介お願いします。スペシャルゲストの六男の青です。キンズランドのサンシャインコーストからわざわざはるばるドライブして1000キロです。1000キロ一人で運転しました。そんなにはるばる引っ越してきやがりましたということでね、今回からシドニー組の動画は2人じゃなくて3人でビッグ3でということになりますのでよろしくお願いします。お願いします。で、この動画はその3人の動画で一番最初の動画っていうことでね、何をやるかっていうと、俺最後に青葉と暮らしとったのって多分5、6年前だよ。だけど多分青葉が14歳ぐらいの時が最後だったっけ。今もう何歳？19。ほら19になってね、もうパンツ戦争を大昔のことになりますね。そうじゃけ、もうすごい成長してからいろいろね変わったけ、まあ今の青ちゃんを知ろうっていうことで、うん、こういう企画を用意しました。え、何何教えて。3男 VS 5男どっちが青葉のことを6男のことを知ってるかでしょ。タイプです。まあ年が近いので多分僕は勝ちますけども、いやいやいや、俺の方がね、はい、青葉に対する思いは強いけど俺は勝ちます。俺が近い。じゃあ頑張ってください。 Let's get on to it。 第1問、これは YouTube ご覧で皆さんも多分知ってると思います。俺の大好きなハリウッド女優。ハリウッド女優か。俺の大好きなハリウッド女優、皆さんもこれ知ってると思います。はい、ゲストしてください。ハリウッド女優だって言ったんじゃん。ハリウッド女優言ってないぞ。誰しだろう。簡単だと思ったのよ。これ一番簡単やったもん。一番か二番目みたいな。全部難問じゃん。あれ、いる人、いる人、右京君、僕の自己紹介見てない？見ました、見ました。見てないのかな。結構前だったから忘れちゃうんですよね。じゃあヒントしよう、ヒント。そうだね。ヒント？わからんすぎる。ヒントは、見た目。ペティ。ちっちゃい。じゃあ違うわ。ヒントが分かりにくい。一流上位。なんで？いや、ペティペティと。何？呪文？ペティの。違う。ペティの小柄って意味じゃない。ビューティー&ビーストにも出てる。おお、分かったー。じゃあ出してください。いいっすね。なので、エマ・ワトソン。エマ。はい。正解は。正解はエマ・ワトソン。はい。パフパフパフ。ありがとうございます。あのヒントが分かりやすすぎた。ハリーポッターって言ったら絶対俺こそ。だからハリーポッターの方がまだ分からんから。ポールじゃん、ほんとビューティー&ビーストしか出てこない。あと変な野獣とキャンプの世界だろう。答え出してくれて掃除掃除。本命はサッカー系でいきましょう。俺のフェイブレットサッカーチーム、どうぞ。ヒントは日本ではない。フォーサイスケってサッカー好きじゃん。オリとも有馬もちっちゃい頃からサッカーやりよって、俺も小1の時に無理やりサッカーをやらされたんだけど、5時からねサッカーじゃん、うん、でも同じ5時からポケモンが始まるけど俺やめた。バックサッカーよりポケモンを選んだ。俺も始めたのが小2の頃で、同時に北斗の拳が始まっとって、しかも同時には放送されるとき、青たちがサッカー行く時間に俺北斗の拳めっちゃ見よって。いや、また一緒だよ。アニメを落ち込まれたらいいじゃん。誰が落ち込まれじゃん。4年くらい大谷事件の中脱落した2人。俺ら2人以外はみんなサッカー上手い。はい、じゃあ俺の大好きなサッカーチームどうぞ。はい、アーセナル。レアルマドリッドでしょ。違います。え、違う。人も違う、どっちも違う。アーセナル絶対あったと思う。アーセナル、アリマか。アーセナル、アリマ違ったんだよ。絶対あったと思った。マンチェスター・ユナイテッド。オリとかリバプール、フリオ・マンシーで、アリマがアーセナル、エイ君がチェルシー。なんで家族全員違うやつ好きなの。俺パレス・サンジェルマン。俺はサンフレッチェ。俺サンフレッチェで働いとったけ。ガチャガチャのところでお釣りを出す人。めっちゃ下っ端やねん。試合も見てない一番下の人。絶対セアムレボン何も知らなかった。何も知らないけど一番サンフレッチャー好きって。働いたことあるけ。1問目は、まあ、マミーが作る料理の中で一番大好きな料理。マミーはめっちゃ料理うまくて、みんな結構好きな料理決まってるじゃん。ちなみに俺も3個くらいあるけど、この 3つのどれか言ったら当たりでいいよ。料理名が分からん。何言ってんだろ。料理の作り方も書いてある。違う違う、そんな調味料書いてない。名前が思い出せるけど、こうやって作る。じゃあまずイビクから。麻婆豆腐。ハンバーグの中にゆで卵が入ったやつ。あ、正解。ミートローフ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 。それじゃあ、それでもハンバーグじゃない。ハンバーグみたいな。ハンバーグみたいな。卵入れてチーズとかやつ。あ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。茶碗麺とミートローフとカレー。
あのチャオメンにしたらよかった。これ麻婆豆腐、アリマの嫌いな食べ物。そう、アリマの一番嫌いな食べ物。みんな大好きなのこれ。うん、だけあんまりね、食わんのよ。マミマミ、はい、今2対1、じゃあ4問目は僕の身長。Too easy。 身長どうぞ。身長体重で1個1個は取ったらいい。あー、オッケーオッケーオッケー。アオバーって放射式で一番低い。一番低い。より一番強い。あ、より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 足したら。ほんまに？いや、いっせーので179。おー、大きい。79、70キロ。70キロもねえし。デブよ。いや、アオバーがもう筋肉質かと思ったのな。でも170。170。嘘つけ、もうちょっと持っとるこいつ。179。はい、はいはい、身長測りたいです。いいよ、絶対169です、こいつ。測りましょう。一番測りようがないけど。169だったらさ、70に持っていいよね。あ、もっともっと170やないか。170です。え、で体重は？そんなないでしょ。体重62。あー、もうちょっと。そんなないの、お前。そんななくないよ、結構いい方だよ。これデブだよ。え、じゃあつまり169は当たりよね。正解です。正解です。ちょっと腑に落ちんけど、まあ許してやるか。じゃあ次の質問に。分かんないですね。今まだ2対1だけど、俺が勝っちゃう。あ、まだ。え、じゃあ次、これウク多分分からないと思いますが、俺のフェイブリットソコプレイヤー。はい、ヒント500。またサッカー系か。俺もカメラだ。うん、あー、これは自信ある。いきます。せーので、メッシー。ウェイン・ルーニー。誰やそれ。正解はウェイン・ルーニーです。え、だって背が低いけどめっちゃうまいけ、ちょっと自分と重ねたんじゃない。いや、なんか俺が小学校の時メッシーメッシーって言われとったけど、俺はメッシーでそんな好きではないですよね。ウェイン・ルーニー。そう、ルーニー、ルーニー。何人？ウェイン・ルーニーは。イギリス人。マンユー、マンユーです。ああ、そうなの。じゃあ第5、6問目、俺のスピリットアニマル。まあ俺が思う豚に言われたらこんなんかなみたいな。あ、ヒントはそれが賢いというかで素早くてみたいな。ヒントのせいでめっちゃ難しい。なんで？なんぞや。それが賢くて素早い。ポケモン？ポケモンじゃない。ポケモン。いや、つかんな。いや、すいません。レッグーです。なんかサッカー強そうな動物。どういうのも難しくなるんだけど。どうじゃサッカーしません。いっせーので、サル。チーターでしょ。違います。え、違う。普通ね、フォックス。何フォックス。キスなのサッカーとかしそうにない。なんかサッカーしたら素晴らしい。ずるがしてるよ。わ、ボン。ちなみにウックのスピリットアニマル、イノシシでしょ。誰がイノシシ。イノシシ。イノシシか豚。ユニコーンです。ゲイゲイ。幻想的なね。俺はまあゴリラです。はい、豪快で繊細なところが熱いんだなと。そこな、なんかでかいとこじゃない。でかいとこじゃない。豪快で繊細なところだよ。好きなサッカーのスパイクのブランド。はい、ちなみにじゃあ多分スパイクのもう14歳ぐらいから変えてません。多分これはちょっと簡単そう。インスタとかも履いてるけね、あれを。多分あれナイキアシックスです。水野じゃん。やなんでわからんの。アシックスとか履いたことねえし。違ってやたら。水野ですよ。なんでわからない。水野わかります。終わりたいよこのゲーム。エンドレス、エンドレス。どっちも出てしまう。全然知らない。アリはどうだった。もうやばい、どうしよう。あ、飲み物でもいいよ。アルコールじゃなくて、まあ、飲み物でもいいよ。ヒントは？ヒントは炭酸じゃない。炭酸じゃないんか。じゃないです。危ない。喉乾いた時に、あれなら美味しい。喉乾いたら何でも美味しいよ。バカ野郎。そんなに。喉あったらあれじゃん。ならん。炭酸ではないっていうことが大ヒントじゃない。いっせーので、ピーチピー。水です。おじゃー。冷たい水が大好きです。俺のフェイブレットドリンク。なんでそれ、ヘルシーすぎるだろう。超ヘルシー、俺も。ピーチティーだろ、絶対。いや、ピーチ受けてないで。リプトンのピーチ好きだけど、ほら、水の方が好き。絶対あれ好きだろ。冷たい水が大好き。水はちょっと変だなと思ったけど。ということで、今回は、もう、これは、ゴナンのイブキの勝利でありました。まあ、言った通りですね。もう年も近いので、アボ君のことは隅々まで知っております。全然知らない。2問、多分正解2問しかない。2、3問ぐらいしかない。だって3対2で3問正解した。何問？8問ぐらいあって本当は5問だけだったな。全部違った。じゃあこの動画を見ていて、高評価とサブスクライブとコメントの方もよろしくお願いします。来週会いましょう。 See you later。 またねー。またねー。
放送式大家族放送式ご覧のゆびきと6男青葉と3男宇宙です。じゃあマジムードマネしてあのちっちゃいやつ、違う、ふーんもっとこの先にふーんそうそう誰か変した？悪くさ。ダメだよ。英語の結局で止まるけ。兄 vs 兄、どっちがアーバのことを知ってるか対決。元々が三男対六男、あ、五男。え？三男対三男、そうだね。三男 vs 五男。兄対兄ですね。兄ゾロダニアって。俺の好きなジブリの映画。もののけプリンセス。ハウル。あれ？ちょっと千尋だったけど間違えたし、あ、それらも好きだけどちょっと千尋か、ポンポコ、あ、ポンポコ独特違うやん、多分これでもなっちゃった。大好きはもう子供の頃からポンポコめっちゃ見てて、みんなポンポコ好きなんやね。いつでも前がいつでも前がいつもそばにいるいつでも前にいるいつでも前がいつでも前がいつでも前がはい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 。あおばとサンナ右京です。おー、キャン決まり。好きな色にしよう。あれだ、絶対それでしょ。おい、好きな色ね。やだ、ダメダメ、やだ、青だよ。同点だよ、同点だよ。そう、あのゲームで勝ってる人からやってくるから。魔人ブーのチューのやつの真似。なんか悟空とうざいことするときにそのスーパー悟空とベジータを倒す前。もうお前のさ、足がジョリジョリすぎて痛い。最近剃った、最近剃ったけど、バリジョリジョリしとる。美脚脚尾、いつでもお前が、いつでもお前が、いつでもお前が、違う。